私は静か、妊婦だ。座りがひどく、立っていられないほどだったから、パートを辞めて今は専業主婦をしている。座りが落ち着いてからも不正出血があったり、お腹が張ったり、何かとトラブル続きだった。俺は妊婦のことなんかわかんねえから、相談なら母さんにしろよ。夫はこんな調子で無関心。平日は付き合いだ、接待だと飲んで帰ってくるし、休日は趣味のサッカーや野球観戦など好き放題遊んでいた。幸い、近距離別居の姑が気遣ってくれたから、なんとか妊娠期間を無事過ごすことができた。私が買い物行ってあげるから、静香さんは家でゆっくりしてなさい。良平はまたいないの？ゴルフ？あの子ったら。言って聞かせるからね。あんな息子で、本当にごめんなさいね。姑はたびたび夫を叱ってくれた。でも夫、姑に叱られるのが面白くなかったみたい。さっさと家事しろよ。お前がちゃんとしないから、俺が母さんから怒られるんだぞ。今朝も家事を手伝いなさいって、わざわざ電話してきたんだ。マジで最悪だぜ。ごめんなさい。でも、お医者さんからお腹の張りを感じたら、無理せず休むように言われてて、だから、言い訳するなよ。養ってもらってる身なんだぞ、お前は。ちゃんとしろよな。リモコンを投げつけられ、当たった足がじんじん痛い。となる夫が怖くて、私は夫のいる前では無理してでも家事を頑張るようにした。でも、そんな私を見た姑が、体を大事にしなきゃダメでしょ。ちょっと良平、あんたが代わりにやりなさいよ。と怒って、これに夫が切れるという悪循環。もうこんな生活嫌、早く産んでしまいたい。そう思う日々だった。そんな私の願いが届いたのか、医者から、もういつ生まれても大丈夫と言われた翌朝。いつもとは違う張りが。陣痛、来たみたい。お願い、車で、サインに送って。あ？俺が何してるか見えないのか？これからゴルフなんだよ、ゴルフ。でも、もう、10分間隔で、サインに電話したら、来てって、言われたの。接待ゴルフなんだ。取引先の人も来るんだよ。仕事なんだよ、仕事。専業主婦には分かんないだろうけど、俺は働いてるの。お前なんかと責任の重さが違うんだ。それに、鎮痛って痛い時と痛くない時があんだろ。10分間隔だったら、10分は動けんだろ。歩いてけよ。夫は車で走り去ってしまった。早朝だし迷惑はかけたくなかったけど、私は姑に電話をした。姑はすぐ来てくれて、サインまで送ってくれたよ。良平は一体どうしたんだい？静香さんがこんな大変な時にいないなんて。そう、それが、接待ゴルフに、サインで、初産だしまだ時間がかかるでしょうと、医師が言うのを聞き届け、姑はどこかへ飛んでいった。小一時間後、戻ってきた姑の隣には夫が。引っ張られながらやってきた夫は不満そうな顔で、俺は忙しいんだと切れている。でも、姑にしこたま怒られて、ようやく私のそばに座ったよ。産むならさっさと産めよ。ちんたらすんな。お前が産んだら俺はゴルフに行く。まだそんなこと言ってるのか。こんな息子で本当にごめんよ。こき使ってくれていいからね。私もパートが終わったらまた来るから。静香さん、頑張るんだよ。その後、陣痛の間隔は短くなるものの、子宮口は全開にはならず。夫は隣でうざそうな顔でスマホをいじりながら文句ばかり。汗も拭いてくれないし、腰もさすってもくれない。だんだん腹が立ってきた私は、間隔3分になった頃、やってきたマックスの痛みに乗せて叫んでしまった。ふざけんな！誰の子を産むと思ってんだ！あなたの子を産むのよ！それなのに、何かというと、母さんを頼ればっかり、あなた父親になるのよ！そんなんで、これからやっていけると、一体！どうしちゃったんだよ、お前。怖いぞ。どうしちゃったのは、あなたの、頭よ。
るかわからないから。お酒飲まないで。帰れる日は帰ってきてって言ったのに。毎日飲み歩いて。その上、陣痛の嫁放置でゴルフ？ふざけないでよね、このバカ！ごめんって、そんなに怒るなよ！うわぁ！夫の腕を掴んで、力の限り握りしめてやった。ギャーギャーわめいてたけど、私の痛みはこんなもんじゃないのよ！結果、自分でも覚えてないけど、いつの間にか分娩室に移動になって、そこからはあっという間に出産。元気な女の子が生まれたよ。ようやく落ち着いた私の横で、夫はさっきのは何だったんだと目を白黒させてたけどね。もういいや、言いたいこと全部言えたし、赤ちゃんも元気に生まれてきてくれてすっきりと思ってたら、夫、おとなしくなった私を前に普段の勢いを取り戻してしまったのだ。お前な、いくら陣痛だからって言っていいことと悪いことがあるだろ。俺に向かってバカとかよく言えたな。お前は俺に養ってもらって生活できてる身なんだぞ。それに赤ん坊も俺の金がなきゃ生きていけないんだ。謝れよ。俺にひどいこと言ってごめんなさいって土下座しろよ。なんと夫は謝罪を要求してきたのだ。痛みでところどころ覚えてないけど、私間違ったこと言った記憶なんてないよ。あなたが妊娠中も私に無関心で毎日のように飲み歩いてたのは事実だもの。今朝だって陣痛が来てるって言ってたのにゴルフに行っちゃうし、こんなんじゃ夫婦として、うるさい、黙れ。これ以上俺を怒らせるな。お前なんかいつでも離婚して、母さん、それにおじさんも違うんだ。これは。廊下からぬっと現れた人影に、夫は真っ青になって震え出した。そこにいたのは、姑、それから親戚たち。無事出産したというラインを見た姑が、近所の親戚に声をかけて、一緒に赤ちゃんを見に来たらしい。そのうちの一人、夫のおじさんは、とても怖いことで有名だ。夫は、おじさんのコネで、今の会社に入ったらしく、この人には逆らえないんだよね。全部聞いたぞ。お前お嫁さんになんてひどいことを。静香さんは、あんたの子を産んでくれたんだよ。それなのになんだい、その言い方は。養ってやってるだと？お前は嫁さんが家のことしてくれるから、仕事に没頭できるんだろうが。嫁さんに感謝しないどころか罵倒するなんて。信じられん。違うんだ。これは、その。っていうか兄ちゃん、今朝ゴルフ行くつもりだったの？ミカコたちとハイキング行くって先週言ってなかったっけ？うわ、言えな。ミカコちゃんのことは黙っとけバカ。ミカコって誰？ハイキング？今日は接待ゴルフじゃなかったの？聞いてびっくり。なんと夫は入れ込んでるキャバ嬢と近所の山に遊びに行く約束をしていたらしい。ちなみに教えてくれたのは独身で夫ともよく遊んでるいとこね。全員で問い詰めた結果、接待で仕方なくと言ってたのみのほとんどが嘘で、夜の店で遊んでいたことが判明。妊婦の私を置いて女の子とイチャイチャしてたんだ。我が息子ながら情けない。違うんだって。ほら、お前は妊婦で誘っても赤ちゃんが心配だからダメって断っただろ。だからさ、別の女の子で欲を満たしたっていうか、その、遊びだよ、遊び。てか、ハグしかしてないし、そもそもそういう店じゃねえし。なあ、わかるだろ？ミカコは遊び、息抜き。だいたいお前が妊娠するから、俺は外でストレス発散。うわ！おじさんにぶん殴られた夫は壁に激突して伸びちゃった。その後めちゃくちゃ悩んだけど、私は離婚せず、婚姻生活を続ける決断をした。産後で思うように働けないし、実の両親は高齢で頼れないからね。夫には GPS を持たせて、常時監視することに。クレカは使ったら私に明細が来るようにし、現金は必要最低限だけ持ち歩かせるようにした。私を馬鹿にしたり、嘘をついたり、また夜のお店に行ったりしたら即離婚と決め、離婚届にサインももらった。もう勘弁してくれよ。俺だってたまには遊びたいんだよ。
夜の店には行かないから、野球観戦くらい許してくれよ。私もたまには遊びたいな。子供の面倒丸一日見てくれるなら、野球観戦くらいは許すけど。なんだよそれ、一人でなんて面倒見れるわけないだろ。もう許してくれよ。姑やおじさんが目を光らせてるから、夫は下手なことはできないみたいで、嘆きながら日々会社と家の往復。下手ながらも赤ん坊の世話もしてくれている。もう離婚した方がマシだなんて言う時もあったけど。離婚したらお前んとこの社長に全部話すぞ。社長は愛妻家で家庭を大事にしない奴が大嫌いだからな。バレたら降格か左遷だろうな。給料が減ってもお前は静香さんに養育費を払い続けなきゃならんのだ。離婚が最善か、よく考えろこのボケナス。離婚になったら私は静香さんの味方をするからね。あんたの世話なんか絶対にしてやらないよ。親子の縁を切るからね、覚悟しな。そうおじさんと姑に言われ、夫は離婚という選択肢を捨てた。今はとにかく私やおじさん、姑の機嫌を損ねないよう必死に生きてる。と言っても世間一般程度になっただけで、めちゃくちゃいい夫になったわけじゃないけどね。とりあえず家にはまっすぐ帰ってきて、子供の世話や簡単な家事をしてくれるようになったから、そこは評価しなきゃね。野球観戦も子供が大きくなったら家族で一緒に行きたいと思ってる。妊娠時にもう少し優しくしてくれていればこんなことにはならなかったのにね。頑張って失った信用取り戻してね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。